おはようございます。こんにちは。こんばんは。サロポンです。節約ご飯71ということで、本日はチャプチェを作っていきたいと思います。ただのチャプチェではございません。本日はこちら、お麩のチャプチェを作っていきたいと思います。本来ならチャプチェってですね、牛肉が入るかと思うんですけれども、本日はその牛肉の部分を節約して、お麩で代用していきたいと思います。これがですね、味が染み込んで非常に美味しいチャプチェとなってくれるんでございます。早速ですね、材料の仕込みから入りたいと思います。それでは仕込み行ってみましょうか。それではこちらの小町麩ですね、こちらの方ですね、お水で戻していきたいと思います。お麩ってね、簡単にお水で戻るので非常に楽だと思うんですけれども、たっぷりのお水にですね、お麩を入れていきます。どのくらい使おうかな、半分ぐらい使いましょうかね。だいたい 35g ぐらいですね、使用することにします。これをしばらく水につけて置いておきましょう。はい、ということで材料を切っていきたいんですけれども、ピーマン、人参、玉ねぎ、それからキャベツですね。はい、ということでですね、私のレシピですね、かなり大量に作る、方向性がありまして、結構ですね、私自身食べる量が多いので、たくさん切っていきたいと思います。はい、それでは人参なんですけれども、人参はですね、ちょっと彩りになるくらいに、切っていきたいと思います。剥いた皮をですね、流し台に捨ててるんですけれども、私ですね、引っ越した家がですね、ディスポーザーがついててですね、キッチンがかなり使いやすくなってるんですね。そしてこれまで大変だった生ごみの処理がですね、簡単に終わるようになったんですね。はい、ディスポーザーで流してしまえばいいというふうになったんですね。ということでね、野菜のカットが終わりました。そして洗いも終わりました。綺麗な野菜の状態になってますね。そしてお麩の方なんですけれども、お麩もですね、しっかりと水で戻ってますね。はい、かなり大きくなりましたね。こちらは絞って使いたいと思います。それからですね、まず春雨を茹でなければいけませんね。ということで、春雨はですね、私が買ってるのは県民っていうところのね、春雨なんですけれども、もうね、使い終わりそうなんですよね。使い終わりそうなんですけれども、残り一つかみ分ぐらい残ってますんで、今日はですね、こちらを使っていきたいと思います。それでは早速ですね、次の段階に移りたいと思います。はい、それでは春雨入れていきたいと思うんですけれども、沸騰してない状態で、私はですね、入れていきます。ここにもうザブッと残った春雨全部入れましょうね。しばらくですね、ハサミで切れる状態になるまで柔らかくします。ちょっとしばらくね、放置しておきましょう。それでは今のうちにですね、タレの作成に行きたいと思います。チャプチェのタレですね、まず生姜、こちらチューブを使います。本日は大さじ1ですね。次、ニンニクです。ニンニクも大さじ1使います。醤油です。醤油は大さじ4杯入れましょうね。お、ちょうどなくなった感じですかね。次は砂糖です。砂糖、
小さじ3杯入れていきましょう。結構ね、甘めの味になるかと思います。ごま油です。ごま油大さじ1杯入れます。最後にコチュジャンですね。こちらが味の決め手となります。韓国のコチュジャンを用意しております。こちらでね、本場の味が食べれるかと思います。非常に美味しそうですね。こちらはですね、大さじ1持っていきます。はい、これを混ぜればコチュジャンのタレが完成となります。タレを作成している間にですね、春雨が柔らかくなってきたので、ちょうどいい大きさにカットしたいと思います。私ですね、いつもこの春雨をこのね、お湯の中で真ん中にカットしてるんですね。フライパンが傷つかないように気をつけてくださいね。大体でいいんですよ、こういうのは。大体で、はい、こんな感じでしょうかね。これでね、食べやすくなりますよ。長さもちょうどいい感じになるんで、これをね、しばらく茹でて、ちょうどいい硬さになるまで茹でていきます。大体ですね、沸騰してから5分ぐらいですかね。この春雨の場合、県民の春雨の場合、5分ぐらい経てばちょうどいい食感となってくれます。はい、ということで春雨茹でてる間にですね、お麩こんなに戻りました。すっかり戻ってますね。水絞っていきたいと思います。優しく絞ってくださいね。上からこうそっと押すような感じで、優しく麩がですね、砕けてしまわないように、優しく優しく水切りをしていただきたいと思います。はい、そしてしばらく置いていればある程度の水気は切れてしまうので、これね、気をつけてください。はい、このように形崩れしない麩ができました。今回はですね、これをお肉の代わりに入れてチャプチェを作っていきたいと思います。はい、それではですね、材料がすべて揃ったので、ここで仕上げにいきたいと思います。それではですね、チャプチェ実際に作っていきたいと思います。早速火を点火しますね。火がつきましたね。そしたらですね、はい、まずですね、ごま油を引いていきます。ごま油を引いた後に用意した野菜ですね。かなりの、まだ水だれがしてます。かなりの量になるんですけれども、こちらの方を入れていきたいと思います。節約を心がけているんでね、絶対に野菜は切れ端まで入れてしまいたい派でございます。節約ってね、やってると楽しいんですよね。まあ、収入が少ないっていうのもあるんですけれども、節約してるとね、なんかいろいろ見えてくるものがありますよ。ちなみに私ですね、旅行とかも節約が好きで、この前ね、29,800円で宮古島2泊3日の旅行とか行ってきたので、もしね、よかったらそれも見てみてくださいね。かなり内容の濃い内容となってるので、はい、ちょっと火力を強めて炒めていきたいと思います。もうね、この時点で野菜のいい香りがもう出てるんですね。ここからしばらく炒めていきたいと思います。早送りしますね。はい、野菜がしんなりしたらですね、一旦こちらの野菜をですね、取り分けたいと思います。そしたら今度はですね、またごま油を引くんですけれども、ごま油を引いて、お麩入れていきますね。
豆腐にほんのり焦げ目がついたので、この状態になったら春雨入れます。春雨大量ですね。はい、そしてさっきの野菜ですね、まだちょっと熱いんですけれども、こちらをですね戻したいと思います。フライパンいっぱいにできますね。これだいたいね、何人前かな、7人前ぐらいはできるんじゃないですかね。いつもですね、私ですね、このフライパンいっぱいになるぐらいまで料理するんですけれども、それをですね、だいたい1日とか2日で食べきってしまうんですね。うん。タッパーに入れて、冷蔵しとくのも一つの手なので、それをね、次の日チンして食べたりします。はい、そしたら、こちらのコチュジャンのソースですね、先ほど作ったものを入れていきたいと思います。はい、スプーンについたコチュジャンもきれいに取っていきますよ。はい、これで味がつくまでしばらく炒めます。そろそろいいかな。はい、うん、色も変わってきて美味しそうですね。はい、ということでオフのチャプチェ完成でございます。それではですね、オフのチャプチェが出来上がりました。はい、今日も大盛りですね。こちらの方を実食していきたいと思います。それではいただきます。オフにですね、しっかりとごま油の味が染みついてますね。それからコチュジャンの辛みが結構ですね、きますね。うん、私は辛いのが非常に大好きなので、この味とても気に入りました。はい、ということで完食となります。今日はオフのチャプチェを作ってみたんですけれども、かなりですね味がしっかりとしていて、非常にですね食が進みますね。これね、夏にもいいかと思います。辛みのあるものでですね、食欲が増進されるかと思いますので、ぜひですね一度作ってみることをお勧めいたします。ということで今回の動画は以上です。節約ご飯71はオフのチャプチェでした。高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サロポンでした。